カッパ園長グッズ第4弾、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、2月23日から3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。はい、カッパチブクロカッパ園長です。じゃあ今度は中国からですかね。なんか今中国でなんていうのかな、偽日本ブランド商法っていうのが流行って社会問題化してるんですよね。要は中国の人ってやっぱり日本製品、メイドインジャパンをまあ好んで使う人っていうのがすごくたくさんいらっしゃるんですよね。だからそれを逆手にとってね、いかにもなんか日本製を装った偽日本製品っていうのがものすごい大量に流通してて問題になってるっていうんですね。うん、まあ悪質商法ですよね。これがなんか問題視されてるっていう、そういうお話です。日本製品に対するまあ信頼の高さから、中国では日本ブランドが悪用されるケースが非常に多いですよと。でついには日本人の職人まで捜索して、まあ、いかにもなんか日本の職人が手作りしてます的なっていうのを装って、でそれが嘘だってことなんですよ。うん、だからその日本製であることを匂わせて高額な鍋をね販売していた企業の存在が判明して、今中国のネット上ではね大荒れになってるそうですね。で問題になってるのは中国の雑貨ブランド、なんて読むんだろうこれ、壺加える生活って書くんですけどもね。でこの会社、一生に一つだけのことをするというキャッチコピーとともになんか意味深ですよね。4代目伊藤聖太っていうのかな、これを広告に起用。しかし実際にはこの伊藤何がしさんというのは中国人の俳優さん、役者らしくて、でホームページに記載されてた経歴なんてか全てね嘘だったんですよね。で800元から1800元、これ日本円で約1万3000円から3万円、結構な値段ですよね。っていう価格帯ながら、長い伝統を受け継ぐ日本人の職人が作る製品と消費者はね、中国人の消費者の方々はやっぱり信じちゃって、この鍋の売れ行きはね絶好調だったんだって。で実際今回トラブルが発覚したのは昨年の12月だったらしく、まあ購入者への返金とか賠償などが進んでいないことから、まあ先日大手メディアが再び取り上げて広く知られることになりましたと。今はなんかこの台湾とか香港なんかの大手メディアでも広くと結構取り上げられてるらしいんですよね。で、まあこの日本ブランドを利用する企業が後を絶たないことを売れなんか問題視する声とか、高くても日本製を選んでしまう消費者心理に、まあ、理解を示す声など、まあ、様々な反応がありましたってことなんで、だからコメントはほとんどが中国の人ってことですかね。うん、で次の、最初の人が、これは普通に詐欺でしょう、警察は逮捕に動くべきとか、闇雲に日本製を信じちゃいけないね、こうやって後悔することになるからあれ日本のせいみたいな。で次の人が、日本製とつくだけで値段が跳ね上がる現実があるからねと。で次が、でも中国人は鍋買うつもりじゃなくて日本の生活様式という憧れにお金を出してるわけだから、そうなんだ。で次の人、 e コマースではよくあるやり口みたいだね、日本製とドイツ製というブランドを偽造する、だけど実際にはなんか中国の、金の花って書く金か、なんだこれ、浙江省の都市名かな、で作られてるんだ。で次が、中国には日本製しか買わないっていう層がいるからね、こういう商法が生まれるのも仕方がないのかなって感じ。で次の人、日本の職人がメイドインジャパンと刻印した可能性にかけようで次、でも本当に日本製だったとしても、鍋に1000元、1万7000円出すのはちょっとな。で次、継続紙の陶器販売する会社も日本製の陶器販売してるよ、もちろん商品に日本的な要素は何もない、なんだ、なゆきのお茶や活力の森もそうだけど、商品に日本語を使ってブランド力を高めるのは不可欠なんだよね。現状それが中国ではかなりうまくいっている、結局売る側も商品に自信がないからなんだよね。まあこれなんか日本風の名前をつけて売るのは確かに流行ってたらしいんですよね。うん、結構前から。で次の人、なんか商品名にひらがな入れるとかだったかな確か。うん、
で次が一生に一つだけのことをするとんだ嘘つきだなでもキャッチコピーとしては結構うまいですよねこれね。で次、上海でこういうことが起きるのは初めてじゃない。数年前にはイタリア製家具でも同じことが起きた。今は日本製の鍋がトレンドみたいだ。で次、こびにち、まあ日本にこびる、的なメディアの責任でもある。そんなメディアあるの？なんだろう、ビヒロ、ビハク、ちょっと読み方よく合わないな。日本はすごい。これは日本人だけ思いつくアイデアだ。こんなことやってるの中国ぐらいじゃないのかもしんないですよね、なんで中国人は舶来品を盲信するのかといえば、結局はまだ自国に自信が持てていないってことなんだろうな。まあ日本にもかつてね、なんかアメリカとか、欧米にやたらに憧れるっていう風潮ある、そういう時代ありましたからね。で次、外国の空気は甘いと考えてる人間が多すぎる。そんなに好きなら海外行けばいいのに。とか、国産車と輸入車同じ値段だったらどっちを買うの。とか、でも本物の日本製の鍋って日本料理に合わせた作りなわけでしょ。中国料理を作る俺たちには合うのかちょっと疑問に思った。で次、前にもこういう話聞いたことある、実際国内の日本製商品のほとんどは中国製だよ。企業の公式サイトも日本っぽくしてるだけだし。次が、正味な話、あの俳優は本当に日本人に見える。で次の人、まあだからこそ選ばれたんだろうな。実は儲かったのはこの俳優、役者さんだったりしてね知らないけど、で、逆輸入した中国製品を輸入品って売り出す企業もある、そしてそういった手法に騙される人が多い。で次の人、中国人はなんて愛国的な民族なのか。これは愛国的っていうのかな。次が、外国という文字だけでその商品は高くなる。中国という文字があるとなんで高く売れないんだ。中国人は考え直そうぜ、本当に。次、偽物を作るコストは、偽物を作るのはコストが安いし、バレても保証する必要がない。だから偽物で稼ごうという人間が後を絶たない。そっちの方が社会問題として大きいんじゃないですかね。で次、日本の生活様式に憧れる人が多いけど、悪意のある企業に騙されないように。で次、こういうことやってると日本人に笑われるぞ。笑われてるでしょうね。で次の人、外国のブランド力を盲信した結果国産品をゲット。で次、なぜ中国人は日本製品を購入するのが好きで中国製品をくだらないものだと思うのか。俺たちが考えなくちゃいけないのはその点だ。で次の人、結果としてそんなに悪くはない。日本製の商品を買うという消費者の心理的ニーズを満たした上で中国の経済にとってはプラスになるんだから、まあ結果的にそういうことになってるんだから、それでいいっていうんだったらそれでいいんじゃないでしょうかね日本製なら数千元払ってでも買うんだもんな、どうしてそんな国産のものが嫌なのか。きっと虚栄心に目がくらんでいる人が多いんだろうね。で次、ブランドって信頼から生まれるものなのに、この人たちは真逆のことをやっている。で次の人、この俳優も分かってて演じてるんだから、ブラックリストに載せた方がいいと思う。で次の人、外国の商品なら何でも質が高いと盲信してしまう。それは結局中国人の自信のなさの表れだと思う。で次が、実際中国製より日本製品の質が高いのは事実だと言わざるを得ない。だから中国人が海外製品を称賛するのは仕方がないとも思う。だけど本物の適正価格で買えない状況は変えていかないと。で次の人、中国人が実際に手に入れるつもりなのは鍋じゃなくて日本製を所有しているという満足感なんだよ。そう考えると1000元超えても高く感じないんだろうなと。まあこんな状況らしいんですが、まあ特に驚きはしなかったですけどね。で実際でいや中国の人たちが中国の例えば業者、ね、会社とか中国製の製品を多分信用してない人がまだまだ多いっていうことなんじゃないですかね。まあなんかこういうのをね、見てるとね、そのなんだろう、コメントの中にはこの中国製のね、そもそも商品のクオリティ質を上げていこうよっていう声が、まあ、ほとんどなかったですよね。だからまあやってることがまあお隣のどっかの国とそっくりですよね。まあ逆にね、日本の企業が売っ
ている製品もね、多くが中国製だったりするんですけどね。そうそう、実際この漢字、商品名とかね、漢字の間にこのひらがなののを入れるとなんか日本製と勘違いされるらしいということでね。で、それで、たったそれだけで売り上げが随分変わってくるらしいんで、謎のこのひらがなののが入った商品が、なんか中国ではね、まあ香港とかもそうかな、ね、異常にたくさん並んでたっていう、なんかそういうニュース見たことありますよね。ただまあ、なんだろう、日本のなりすましっていうのかな。これは本当どうにかしてもらいたいですよね。我々日本としてはいい迷惑なんで。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。